まずはこのニュースから。昨日行われた任期満了に伴う茨城県知事選挙は即日開票の結果、無所属の新人で自民党と公明党が推薦する経済産業省出身の元 IT 企業役員大井川和彦さん53歳が初当選しました。一方、7回目の当選を目指した現職の橋本勝さん71歳ら2人は及びませんでした。安倍総理大臣が政権の支持回復を図った内閣改造後、初めての大型地方選挙で、自民公明両党は保守分裂の構図となった選挙戦で総力戦を展開して競り勝ちました。今回の勝利で安倍政権は10月に控える衆議院青森4区、新潟5区、愛媛3区のトリプル補欠選挙に弾みをつけたい考えです。投票率は 43.48% で前回を 11.74 ポイント上回りました。自民党が擁立した大井川さんは多選禁止条例の制定を公約に県政の刷新を訴えました。敗れた現職の橋本さんは企業誘致など6期24年の実績を強調したほか、日本原子力発電東海第二原子力発電所の再稼働反対を明言して脱原発票の取り込みを図りましたが及びませんでした。まあ、この番組でも茨城賞っていうスペシャルウィークでお送りしてます。茨城のいろんなおいしいものをプレゼントしてるんですけど、はい、何かと、まあ、私も茨城には20代30代前半まで10年間いました。でも24年、四半世紀ずっと同じ知事さんがこう務めていたっていうのもね。そうですね、もう47歳からずっとですから人生の大半をですね、知事で過ごしているということになるわけですから、ただ一部の新聞の記者のコメントの中に、確かに自公推薦が勝ったと、ただ何に勝ったかわからない勝ちだと、多選に勝ってもしょうがないわけですし、何だったんだろうかというところは、ただ東京都議選とそれから先日の仙台市長選、いずれも大きなところで負け続けてきた自民党政権ですけど、ここでなんとか3連敗は食い止めたということにはなったと思うんですね。ただこれ朝日新聞出てますけども、はい、自民党を支持する方々のこの今回大井川新知事になります、で橋本さんに対しては票が割れてるんですね。そうです、自民支持層。じゃあなんで大井川さんが当選できたかというと、公明党の支持者の方々8割ぐらいがこの大井川さんに当選している。自公選挙協力の賜物っていうより、これ公明党支持者のおかげで大井川さん当選できたってことも言えそうですね。これもはっきりそれが出てきてると思うんですね。ですからこのなんとか3連敗逃れてですね、で安倍さんの、まあ、言うなれば政治生命であるその会見に向けて、とにかく政権政党でありたいと。ただ今回も公明党がついてなければどうなったか分かんなかっただろうということになるわけですね。そうするとこの間の都議選が見事に出たわけで、じゃあ都議選の時に公明が自民党と協力しなかったら結果は何だと、大惨敗だろうということになりますと、会見のために自公政権でいたいと言っても、公明党はですね、憲法改正に関して言えば会見に関しては相当慎重なわけですね。と、全て公明が協力しなければこういう結果になるんだと分かったかと、俺たちがそっぽ向いたらどうなんだということになると、こういう勝ち方をするとですね、これで一気に弾みがついたということにはならなくて、やっぱり常に自公でいかなきゃ持たないんだということを逆にですね明かしてしまったと。そうなると本当に最初言った通り何に勝ったか分からないということになってしまうと思うんですね。ですね。ですから10月のこれ補選に関しても、青森、新潟、愛媛、トリプル補欠選挙ですね、これについても、これ、自民党側からすれば絶対勝たなきゃいけない選挙なんだけども、東京都議会もそうだったし茨城県知事選挙もそうだった。やっぱり公明党の力ってどうしても必要となってくると、今後の安倍丸の舵取りについても相当横にいる、山口船長なんですね、両親行こうというのが随分反映されそうですね。そうですね。で次のその10月22日に関して言えば、もう一部の週刊誌ではとんでもない候補で、これは一体公明党は乗ってこれるのかというようなスキャンダルもすでに報道されているわけですよね。
そうなってくるとやっぱりあの公明党と支持層からですね、これを支持するんですかというような候補を立ててきたら、結局はまたそっぽ向かれることになるかもしれないということになると、このトリプルに関しては一つ落とせば安倍政権大失態だと言われているわけですから、三つとも勝つということになると相当ハードルは高いし、それこそあの茨城で証明されたように自公の結束なしにはですね、かなりもう野党の方も力を入れて、ここでですね、あの支持率が不支持の方が上回っている政権政党が見つかつということはありえないという体制で臨むわけですから、相当厳しい状況が迫ってくると思うんですね。それからあの今回あの橋本候補がですね、まあ、橋本知事が、東海第二原発再稼働これについて反対で、それもちょっと唐突だったな。そうですね、あの東海村に関して言いますと日本 の, あの原子力発電の原点みたいなところあるわけで、じゃあ急にまさに唐突にですね、反原発再稼働反対と言い出したわけですけど、じゃああなたが24年間知事をなさってる間はどういう佇まいでやってきたんですかということになったところはあまりにも唐突すぎたと思うんですね。本当に脱原発を言うんであれば、その奈良線の最大の一つのスローガンとして眼目として、これは再稼働させませんということを前面に出してくるとですね、結構自公も戦いにくいところはあったんじゃないかと思うんですね。まあ、東海第二原発に関して言うと、もう稼働から40年経っていて、耐用年数も超えるわけですから、はい、そこであの原子力規制委員会の厳しい新しいチェックについて、ね、これがクリアできるかどうかわからない、まあ、今現在止まってますけども、はい、この辺のことも含めてちょっとこう東海第二原発またクローズアップされてきますね。あの今もう今度の金曜日が、はい、あの民主党の代表選ですね、はい、やっぱりこれも一つ の, あの原発をどうするかと、うん、いうのが想定になると思うんですね。もちろんあの即時停止ってなかなか難しいかもしれないけども、やっぱり大きな流れとしてもうこれ以上は稼働させないということをですね、一つの流れにできるかどうかと、それ唐突じゃなくて、じゃあエネルギー政策含めてですね、やっぱり一つの考え方を出していく必要があるんじゃないかと思うんですね。あの原子力規制委員長 の, あの田中さんでしたっけ、今回あの交代なさいましたね、はい、でいろいろあのメディアからもさまざま批判されたんだけども、お辞めになった後どうするんですかっていう答えには、飯舘村に住みますと。やっぱそこはやっぱり一つのですね、あの委員長として苦しい立場もあっただろうし、学者としても苦しい立場もあったかもしれませんけども、その一つの答えっていうのは私人間の生き方の中に出てくるのかなっていう感じがしますよね。あの原子力をめぐる話、まあ、ちょっとこう大谷さんに伺いたいんですけども、まあ、福島第一原発の事故以来、やっぱりどう考えてもこの原子力発電っていうのは先々考えたコストとかリスク考えたら、これは本当に尺に合わないんじゃないかって言われている中 で, で一方でその学術 分野では核分裂ではなくて核融合で新しいこうエネルギーを作り出そうという話もある、その目まで積んでしまうのかっていう議論もあったりとか、だから今後その今現在ある核原子力発電所ではだけではなく、新しい原子力というものも考えなきゃいけないのかなと、いろんなこと言われている中で一緒くたにしちゃうとちょっと難しいことになってきちゃいますね。そうですね、ですから我々がこう手にしてはいけないものに気がついてしまったと、うんうん、いうことあると思うんですね。だけどエネルギー政策とか今の核融合の話も含めて、さまざまな人類ってこれから出会わないものにいっぱい出会っていくと思うんですね。ただ私たちがそこで忘れちゃいけないことっていうのは、例えば今あの台風の話があって、うん、さまざまな自然に対して私たちはぶつかってきて、それを乗り越えてるからここで生きてるわけですよね。とあのあらゆる災害の中で、特に日本なんて災害大国ですから、ずっとそれを我々乗り越えながら生きてきたわけですけど、水と空気を奪う災害はないんだと、はい、いうことを忘れずにそういうものと向き合っていけるかどうかと思うんですね。地球はさまざま、あの昨日も NHK スペシャルが1万1000メートルの深海の話をしてて、あのこの間椎名誠さんの本読んでたら話してみますけど、世界遺産世界遺産って何騒いでんだと、世界遺産って地球だろっていうのを一文お書きになってて、なんか膝打った思いがしたんですけども、
そういうことから言うとですね、まさにその我々いろんな災害と戦ってきたけど、私たちから水と空気を奪う災害というのは原発一つなんです、原子力なんですと。それ分かった上で触りますかということを常に問いかけながらこれに触っていくという姿勢が一番大事だと思うんですね。はい、